直後には4番も一度は外れた岡本、なんと腰が引きました。見逃しの三振です。福の高橋周平との対戦です。なんといっぱい決まりました。本当ですよね、はい。まあ、今年はね、あーっとこれもいいボール降りやすいということになりましたね。あーこれは見事なコントロール。今日2安打の西川もバットが出ませんでした。リードもピッチャーが操作したのかもしれないですね、はい。あーこれも見逃し三振。これで西川鈴木と2者連続見逃しの三振。のめろまっすぐ見逃しの三振です。そのあたりを見極めてのフォアボールがありました。インサイド手が出ませんでした。まあそれが自信の蓄積になっていくでしょうね、はい。あっと外からストライクコール。これは遠い球。一度首を振ってインコース。真ん中構えてますよ、はい。あー真ん中手が出なかった。バティスタ見逃し三振。取りました。三球三振です。これでワンアウト。もう戻るだけを考えてリードもう一本大きく取るとかですね。なるほどかもしれません。見逃しの三振。あー外いっぱい。ここは見逃しの三振に切って取りました。しましたが、その時は結局16失点で大敗でした。おインコースフルカウント。球要求するんでしょうけど、はい、まあ、ほとんどないんでしょうね。それがここは最後見逃しの三振。ファールが2球続いて追い込まれた。外に1球外した。あこれが外いっぱい来ました。ここは奥村手が出ませんでした、はい。まあ、フォアボールの確率も増えてくると思いますしね。打つ確率も増えると思いますけどね、見逃した。太田としては今一塁に歩きかけましたが、この表情の側でしょうね。わけにいかないですよやっぱり、うん、はい。責任があるんでファーストランナーセカンドランナーずっと山田コーチは見てますけどね、うん、見逃し三振。ここは柳の勝ち。さあここまで来ましたからね、うん。